さあ、始まりますよ。ムーンさんです。はい、今日はですね、ここ、ムーンさんがいつも動画を撮影している超高性能防音室を、撮影しやすいように改造します。もともとはギターやサックスを、練習するために作ったんですけどね。まさか動画の撮影に使うなんて想定もしていませんでしたけどね。幸いコンセントもついてるのでね、ついてるというかつけたんですけど、この上にね、机にもなって高さも変えられる、可動型の棚をつけようかなと思ってます。まあ、ここにカメラを置いたりノート PC を置いたりできれば、撮影の幅が広がりますからね。それで買ってきたのがこれ、メラミン棚板、ツルツルしています。そして棚受け用の支柱ですね。これ棚受けレールとも言います。これを4本、1本はすでにここに仮止めしています。値段はですね、90センチで、460円ぐらいだったかな。ネットでもうちょっと安いと思いますよ。そしてこのような棚受け、これを、支柱にね、差し込んが固定できて、ここに棚を乗せることができます。1.5 センチ間隔でこう穴が開いているので、棚も 1.5 センチ間隔で好きな高さに固定することができます。そして、支柱を壁に固定するスターネジですね。こう穴が開いてますんで、ここにネジを差し込んで壁に固定します。全部ホームセンターで買い揃えてきましたよ。この支柱はね、小さいホームセンターだったらないかもしれないんですけど、大きめのホームセンターならどこでもあると思います。この棚受けも、この支柱の近くに売ってあります。はい、それではね、このメラミン棚板のサイズが合わないので、ちょっと、ぶっかけてきます。はい、このようにね、真っ二つに切ってきましたよ。それでは、作業を開始します。
ろつけました。水平器を使ってね、水平も取ってますので。それでは棚を押してみましょう。いいね、これいろんなもの押せられますよ。いつもはねこっち向きで撮影してますけど、これからはこっちにカメラとか置きますので逆向きに撮影していきます。このね、棚向けを高さがあれば好きな位置にこれを稼働できます。この棚向けね、発光で350円ぐらいだったんですけど、発光なんでね、これ今4箇所つけて、もう4箇所つければ低いところにもね決まった位置に置けられますんで。あとね、この8個入りなんですけど、8個入りで350円ぐらいなんですけど、ここにね、なんか丸いゴムみたいなやつがついたやつは4個入りで350円なんですよ。このゴムがついただけで値段が倍するんですよね。アホらしいですよね。そんなもんはね、この100円ショップで売ってる、まあゴムでもいいんですけど、ちょっと家にあるもんで探してみたら、こういうフェルトの何かの下に貼ってね、滑り止めになるやつがあったんで、これをこうハサミで切って、適当なサイズに切って、これシールになってますんでね、これ棚受けのここに貼ってやればね、これで価値が倍になりましたよ。まあ、こういうここにも全部貼ってやれば滑り止めにもなるし、この棚板を傷つけないようにできますからね。もう一回乗せようかな。はい、はい、棚完成です。これ水平見ようかな。バッチリですね。はい、こんな感じでね、高さ調節ができる棚がついて机になりました。水平もね、どうですか、バッチリでしょ。すごいな。ここにね、ちょっと隙間があるんでね、このノートパソコンとか置いたら、ここにケーブルを通して、下にコンセントがあるんでね、ここに差し込んでいろんな作業ができます。もしね、本来の目的通りギターとかサックスの練習がしたいときは、この棚板を外せば広くなるんで全然問題ありません。はい、ということで、文さんが作った高性能防音室に自由に高さを調節できる机ができましたよ。もう暑い、もうずっと床に座って撮影してたもんね。これからはちゃんと椅子に座って撮影ができます。この防音室、完全に撮影ブースになってしまいましたね。いくらでも大声出せるんでね、何でもできますよ。この棚受けレール、便利なんでね、興味ある方は試してみてくださいね。クローゼットの中とかにあると便利ですよね。もし買おうと思っている方はですね、これサラネジの太さ気をつけないと穴に入らないですよ。3ミリですよ、3ミリ。気をつけてくださいね。はい、今日の動画はここまで。チャンネル登録して次の動画を楽しみに待っていてくださいな。ほな、さいな。